写真拡大。ソフトバンク、オリックス、26日、ヤフオクドーム。オリックスの吉田正尚外野手が、ソフトバンクの近広志大投手から2打席連発の本塁打を放った。26日、敵地ヤフオクドームで行われた一戦。初回、中前安打で出塁した福田を一塁に置き、一死一塁で打席へ立った吉田聖。1ボールから鹿が投じた2球目のまっすぐを捉えた。捕手の構えは外角だったが、打球は真ん中へ。快音を響かせた打球は右翼スタンドへ飛び込む先制の18号ツーランとなった。さらに3回だ。西走者なしから打席に立った吉田聖はまたしても1ボールからの2球目を捉えた。今度はスライダー。真ん中高めのボールを捉えると、打球は右翼ホームランテラス席へと飛び込んだ。2打席連発の19号ソロ。今季初の2打席連発となった。初回の先制ツーランを、吉田聖はしっかり捉えることができましたし、ファーストストライクからスイングできたことがいい結果につながったと思いますとコメント。さらに、2連発後は、ファーストストライクから積極的に打ちに行きました。少し上がりすぎたかなと思いましたが、なんとか入ってくれてよかったとコメントした。福谷祐介。祐介福谷。